織田信長は天才だ他の戦国武将の場合自国の領地が戦略の基本だった武田信玄の山梨のように対して信長は清巣から岐阜安土と目的に応じて本拠地を次々移し従来の国の範疇を越えて天下統一を目指した 本郷和人東京大教授が近所「喧嘩の日本史」で述べている加えて記すのは織田家ブラック企業説だ実力主義を徹底し有能な部下ほど過酷な目標で競わせた信長だけに裏切られることも多かった最側近の明智光秀が宿君への謀反を決断したのも運命だったと 近頃は茂木敏充自民党幹事長が光秀になぞらえられる党総裁の岸田文雄首相を支える茂木氏自身将来の首相への意欲を隠さないただ令和の明智光秀扱いはされたくないだから9月に行われる党総裁選に私が最初に手を挙げることはないと 慎重なな物言いになる自民は難問三隻だ派閥パーティー裏金事件の後も元所属議員による有権者への香典提供秘書給与詐取などの疑惑が浮上するブラックな金との決別が総裁の使命だろう世論で人気の石破茂元幹事長は 出馬を事実上表明した。熟考中とされる茂木氏の決断や以下に。